キチャンネル10億円選手結果発表。イエーイ。いやー楽しみに待ってましたこの企画を。答え合わせもうずーっとまだかなまだかなと思ってました。早く契約公開終われと思ってました。そうですか。はい、やったこれ、こういうやつ。この企画ですか、うん、やりました。もう3年連続やってますから。3回目やってましたね。で面白い、面白いから3年もやってきたわけじゃないですか。そうなん、そうですよ。もう1年の中でこの答え合わせが一番楽しみにしてましたおかしいってスタッフはさ、はい、ドラフトの時が一番嬉しいとかさ、袴田、はい、さんは10億円が一番嬉しいとかさ、はい、俺はもう嬉しいとか悲しいとかっていう前にめっちゃしんどいことばっかりやってんだよ。俺に総チェックとかさ、はい、企画も考えてさ、はい、俺に楽しい、いつは あったあった、あ1個だ、去年楽しいの1個だけあったわ、うん、乃木坂とのコラボちょっと今言った瞬間鼻の下伸びてましたから乃木坂とのコラボVTR ご覧ください。去年楽しいの1個だけあった、うん、乃木坂とのコラボいやもう、まあ、可愛い子たちとね一緒にやります。だってさ、はい、解説者評論家としてさ、いやど素人なわけじゃん、はい、墓場さんね、はい、3年連続負けるっていい。いやまだ負けたか分かんないじゃないですか。まあね、2連覇はしましたけど私が、うん、はい、今年まだ、今から答え合わせをするので、どっちが勝ったか負けたかなんてまだ分かんないですよ、答え合わせするまで。でも今回 3つあるので。あ、そうだ、そうっすよ、総合優勝ですよ。総合優勝ね。あ、確かに。あ、これと一緒っす。あ、オール袋総合。はい、ああ、それでいけます。 あ、そうだ。あ、それも分かんないですね、うん、まあじゃあとりあえず10億円はい、ね、本家の、本家のね、好きな人を選んで。でもちょっと俺はもう本当にね、みんなに謝らなきゃいけないことがあるかも分かんないんだよね。何ですか今ね、はい、選んだ選手を見てんだけど、はい、あの俺先発奥側ね、はい、リリーフ向くの綺麗、はい、怪我しちゃうんだよねあれそうですね、うん、うん、だからまあでもやっていく。俺は先発はね、はい、俺は今年こそ奥側がね、はい、来ると思ったのよ。そりゃそうですよ、去年のね、うん、おととしか、うん、あれ見てね、はい、今年はエースで一本立ちして、はい、一気に3600万から上がると思ったら、はい、うん、あのまさかの1試合しか投げてないって。そうですね、うん、はい。で奥川選手はあのいくらになったんですか。さ、もともとが3600万円でしたね、うん、3600万から、うん、奥川選手、うん、はい、2700万、ダウンマイナス900万ダウンですね。900万ダウンですね、はい、うん、あ、これ企画説明してなかったですよ。いいですよね、わかりますかね。わかりますよね、もう3年目ですからね。10億円の予算で僕と赤間さんが1年前にね、はい、お互いドラフトしていって、はい、その選手たちの総年俸がどれだけアップしたかっていう、はい、でそれだけ先を見る力がある人を決めるっていう企画です、はい、どんだけ年俸がアップするか、そう、活躍するか、うんうん、活躍する選手を選べっていうことですよ。活躍したぞと思ったら1試合、はい、年俸900万ダウン、はい、いきなり選抜で、うん、だこれ10億円予算なんでね、はい、全部いい選手ばっかり入れれないんだよね。そう、もう何億持ってる選手っていうのは、そうそう、あんまり高い選手やらないとか入れちゃうと他が入れなくなるからね、はい、そこのね、あんばいも難しいんですけど。そうなんです。でもそう、完全試合男、はい、佐々木朗希、袴田さん。私は佐々木朗希投手です。いくらですか。佐々木朗希3000万からはい8000万になります。うわー、結構上がりましたね。上がったね。5000万、予選予想以上に上がったね。上がりましたね。なんか予想、一回中間で予想しましたもんね、うん、うん、わー、プラス5000、うん、で、リリーフ、はい、俺もう久野綺麗がね、はい、来ると思ったのよ。うん、でもノーヒットノーランも仕掛けたり、うん、すごい良かった。でも怪我すると思わへんな。はい、で、もう久野いくらですか。はい、1600万から、はい、現状維持です。ああ、まあまあまあ、ここは新人なんでね、まあまあ、育成になっても、ね、まあいいところを見せてるんでね、うん、袴田さん、はい、平、はい、平海馬、リリーフ平、1億円から、はい、うん、1億7000万人。何が楽しいんやで、この企画。地獄だよ。7000万。イエーイ。地獄だよ。もうあの2人で1億2000万アップしてます。いやもう危ないって、里崎に選ばれたら大変なことになるみたいな、このなんかこう何デスノート的なね。いやいや、そんなのたまたまですから。そんなたまたまそうです、ね。まあまだ2人だしね。そうです、そうです。ここからあるかもしれない。そうだね。で、抑え、まだ2人なので、ね、そうだね、こっからだよね。こっからです。で、ちなみに俺抑えね、はい、あのハムの杉浦、はい、いや一本出しするんちゃうかと思ってね。そうですね、リリーフでね、うん、あの原プロだしね、はい、行くと思ったらよ、うん、いやあんま名前も聞かれなかったよ。そうです、名前出なかったです。7000万から、はい、6000万人
1000万ダウンです。1000万ダウン、え、デスの敵じゃない、デス里崎とかないよねあのハッシュタグデス里崎みたいな、それあの自分で言っちゃうと本当に書かれますよあのトレンドとか載ってないよね、大丈夫、まあ、今のところ大丈夫だと思います。あの選ばないでくださいとか言われないよ本人から、うん、大丈夫だよね、わかんない、そんなことある、そのピッチャーさんに選んでよ、大丈夫ですか、今んとこ1900万円ダウンですけど、いやおかしいって、伸びしろある、俺伸びしろしかないやつ選んでんだよ、そうですね、伸びしろ伸びもせえへんかったよ、はい、で浜田さん、はい、抑え、はい、栗林、イエーイ、栗林いくらですか、はい、栗林5300万から、うん、9500万、おお、4200万アップです、すごいな、私めっちゃ調子いいなピッチャーさんに、何が楽しいんやってこの企画地獄だよ元気出してくださいって、はい次、まあ、まだピッチャーだけだからね、そうです野手がいますから、うんうん、次キャッチャー、キャッチャー坂倉、おいいじゃないですか、うん、5000万、はい、いくらいくら、5000万から9500万、おお初プラスです、さすが坂倉、はい、ね、高松さんキャッチャー木下、はい、中日4800万から、木下投手どうだったんだろう、4800万から、はい、6800万、おお、2000万アップ、イエーイ、楽しそうですね、はい、もうなんかプラスしかないんでなんか自分がすごいお金なんか増えてるような感覚になりますよこれね続いてファースト、はい、岡本和真、里崎は3億円から、うん、どうだったんだろう、いくらですか、2億7000万、えダウンだ、ダウンが3000万、嘘やん、いや全俺もう5億ぐらいになると思ってたのに、はいね、ダウンだ、ダウンです、嘘やん、でも私現状時くらいかなと思った、ダウンなんだ、嘘やん、岡本ダウンな、ダウンです、これ意外でしたね、デス里崎じゃないよね今まだ坂倉選手がまあプラスでしたよね、はい、でファースト、はい、村上、はい、うん、2億2000万から、うん、はい、6億、3億8000万アップ、すごいな、3億8000万アップ、イエーイ、 6億すごいですね、ありがとうございます、楽しそうだ、こんな楽しい、今のなんか本当今までの里崎チャンネルの中でベスト3に入るぐらい今すごい楽しいです、この3年間で、俺の総チェックって何なん？そんでもまだ半分だから、ね、それまだ半分です、こっからあるから、はい、ね、私がもう全員ダウンかもしれないし分かんないです、次ね、はい、外崎、はい、セカンド、はい、外崎、1億400万から、うん、1億6000万、おお、やっぱ FA 絡みだからね、うん、FA 絡み、あ、結構上がりましたね、5600万、おお、5600万プラス、いやでも2億8000万上がってるからで続いて、はい、セカンド牧、でもここら辺も俺じゃんけん負けてるからね、あ、そう、じゃんけんなんか2回ぐらい私勝ちましたね、いやほぼほぼ全部勝ってるから1回負けたんですよね、うん、どっかで近本ぐらいじゃないかな、うん、田中のかな、はい、で、はい、じゃあ牧いくら、確かに牧選手は私じゃんけん勝ちましたもんね、うん、はい、牧選手7000万から、はい、1億2000万、おお、5000万アップ、5000万アップってことは、これじゃんけんで負けててよかった、いや、私が勝って牧選手にした、サスさんは負けて殿崎ですよね、うん、殿崎の方がアップしてる、あ、そうか、そうか、じゃあ良かったね、全然負けてもアップ角だからね、はい、そういうこともあるんですよ、うんうん、でも岡本ダウンって衝撃度高いわ、嘘やそうですね、続いてサード、はい、林、広島、いや来ると思ったんだけどね、うん、坂倉がサードになっちゃったからね、はい、林選手1500万から、うん、1200万、うん、マイナス300万ダウンです、うん、まあここはもうね、うん、ここはまあちょっと微調整入ってるからね、うん、でも私ここが、うん、栗原、私栗原選手なんですよ、怪我したからね、うん、はい、うん、出てないからな、8000万から、はい、8000万から、え、どんぐらい、7000万に、あー、でも1000万円だ、まあ、ちょっとね、プレー中のね、ぶつかってたから、うん、交渉も多分あると思うんだよね、うん、そうですね、うん、初めてダウンちゃう、初めてです、初ダウン、うん、初ダウン、栗原選手、さあ続いてショート、お、中野、はい、選手、3700万から、うん、これは7000万に、おお、思ったより上がってないね、3300万あったです、うんうん、はい、山本さん、紅林、はい、紅林、うん、どんぐらい上がったかな、2880万から、うん、はい、
4200万。おお、まあまあまあ、うん、1320万。もうちょっとではね、もうちょっと上がると思うね。そうですね、うん、まあでもレギュラーで頑張りましたからね。でレフト、はい、西川選手怪我していなかったの途中。そうなんですね。どうなったかな、7600万から、うん、はい、1億2000万。おお、結構上がってる。4400万。はい、4400万。わお、結構上がったな。そして私、佐野啓太選手。はい、佐野選手1億1000万から、うん、はい、1億7000万。おお、プラス6000万。センター、はい、近本。はい、近本1億5000万から、うん、1億7000万。おお、2000万プラス。そうですね、うん、そこまでですね、うん、結構頑張ったよね。はい、うん、で辰巳。はい、ゴールデングラブ取ってますか。ベストナインも取ってますかね。6000万ぐらいいった。あれ、ゴールデングラブだけか。うん、ゴールデングラブ取ってますからね。辰巳選手3300万から、はい、5300万。おお、2000枚アップか。2000万。そんな上がってないね。まあ、もうちょっと打てばね、うん、っていう感じかな。でライト、うん、杉本、うん、ホームラン王から。ホームラン王からのいくらですか。7000万から、うん、はい、7200万。上がってる。200万アップ。200万アップです。じゃあ、まあ日本一両みたいなもんやな、うん、ダウンだったけどみたいな、はい、MVP にもなりましたしね、うん、で、サトテル、はい、サトテルです。サトテル、4200万から8500万。おお、3800万。4300万プラス。で、DH、はい、塩見。あ、結構掘ってんじゃないですか。塩見選手、うん、4500万から、うん、8600万。おお、4100万プラスです、うん、結構上がりましたね。そして私、DH が山川選手。これ3年連続選んでますから、私、うん、1億3000万から、はい、2億7000万。ヒューもう俺、コールドゲームなのに、コールドなくて、サンドバッグ状態でずっと途中から聞いてる地獄なんだけど。ふぅ、じゃあ1億4000万アップ。じゃあもうとりあえず聞いとく。はい、結果ですね、うん、全然楽しくないんだけど俺。私も超楽しいで、だって山川選手は私3年連続で選んで、1年目2年目ダウンダウンしてたんですよ、うん、だから今度こそ大幅アップだろうと思ったら、その見込みが当たりました、うんうん。で、じゃあ佐々木チームはトータルいくらですか。はい、佐々木チーム、はい、トータル11億5800万でプラス1億8900万プラスです。でも佐藤さんプラスになってよかったですね。何笑っとんだよ。何笑っとんだよ。思ったよ、もうマイナスもありえると思ったよ。私も最初あれマイナス。しかも1億8000万、総年俸で1億8000万アップ、はい、村上一人より低いじゃないかよ。どうなってんの。で、袴田さんまで何ていくらですか。私9億4480万から、はい、袴田チーム、はい、合計18億2300万でプラス8億7820万です。イエーイ。いや、もうこれじゃんけん負けたもんだって。いや、じゃんけん負けて私よりアップしてるのもあったじゃないですか。俺も村上は本当は俺のチームだったはず。いやいや、でも佐藤さん、村上選手行っても私プラス8億ですから、8億以上ですから。村上選手が佐藤さんの方行ってたとしても私勝ってますから。そうですね、はい、ありがとうございます。3連覇イエーイ。頑張れよ、もっと俺が選んだ選手。何やってんだよ。ちょっと何やってんだよって、私今自分に言ってるかと思ったんですよ。選手に言ってるんですね。そりゃそうだよ、頑張ると思って俺は選んでんだから。まあそうですよ、そうですけど、うん、だって俺が選ぶのが下手くそって言ったらこの選手たちに失礼じゃん。まあまあそれはそうですね、うん、うん、頑張ると思って選んでんだから、うん、誰が悪いって、うん、選んだ俺が悪いんじゃなくて、頑張れなかった選手が悪いよ。あれ、なんかちょっと責任転嫁してるな。岡本なんでマイナスなんだよ。奥川、むくのき、杉浦、どうしたピッチャー全滅。嘘でしょ、近本もっともらってよかったやろ。そうですね、杉本、うん、なんでホームラン王からこんなになるんだ。全然俺のせいじゃない。え、私の選んだ選手、皆さん本当に1年間お疲れ様でした。すごいいい成績を収めて私も嬉しいです。
まあ、栗原選手はねちょっと怪我もありましたけどね、万全になってまた来年頑張っていただいて、ね、また来年も選ぶかもしれませんのでね、今年か、ね、頑張ってください。やんなよこんな企画ほんまですかめっちゃ楽しいのにこんなに。だってこれ考えるの結構悩んで時間かけて選ぶんですから。そうですね、はい、あー楽しい楽しいなまだ分かんない、これ3つあるから。あそうだ、3つ企画あるんですよ、うん、はい、まあもう、はい、今いっぱい、ね、はい、いっぱいだけだから。お、あとの2つは、うん、あとの2つは私も本当にどうか全く分かんないので。いや俺も、ま、もう自信ないよ、はい、もうデス去った時でしょ、選んだ人が乃木並生で自分で言っちゃって脅すんでしょ。そんなデス里崎、まあ、じゃあまだ分かんないです。2つ目3本目でデス里崎じゃなくなるかもしれないですから、まあまあそうですね、はい、まあ、あの期待しないで、はい、次の動画も見てください、はい、ということで私の3連覇でーす